はい、どうもです。今日はですね、少しだけフェスについてお話できたらいいなと思います。よろしくお願いします。で、一応流れてる映像はスプラトゥーン2の、動画なんですけど、今プレイしてるわけではなく、先ほどゲームした映像をただくっつけてるだけなので、今プレイはしていません。ご了承ください。でですね、フェスについてなんですけど、なんか最近はやっぱり得票率の低いチームが勝つと言われてるんですよ。はい。で、僕のコメント欄で、こんなコメントがありました。負けに決まっとるもん。だって、キノコと2回しか当たんなかったしっていう、マッチングがね、もしかしたら、少ない。キノコ対スターの割合が少なかったんじゃないかなと思い、まあ、少しだけ調べてみたんですけど、まあでもやっぱ多いチームが、多いチームと戦うっていうのは結構あることですよね。その人、やってる人が多いから、スターの方が。だからまあこれは、なんかたまたま、運が悪かったんじゃないのかなとも思うんですけど、まあ確かに、まあ自分もですね、得票率が少ない方が勝つと思ってるんですよ。なので、これはデータを出そうと思って、ちょっと前のフェスについて、遡ってみました。で、35周年の今回のフェスが、スプラトゥーン2最後のフェスになってると思うんですけど、本当は1個前に混沌対秩序っていう別のフェスがあって、そのフェスで終わりって言われてた後に、コロナのせいで、自粛期間が増えたせいで、任天堂さんが、気を回して、新しいフェスを4つね、用意してくれたんですけど、その4つだけちょっと見ていきたいなと思います。はい。こんな感じになりました。得票率が高いチームが勝ったのは、マヨネーズ対ケチャップってだけであって、他は低いチームが勝ちました。これだけでは、3対1の割合なんですかね。まあ、この4つだけ見るだけだったらまだ分かりづらいので、今までのフェスを全部まとめてみたところ、得票率が多数派のチームが勝った回数は10勝、少数派が勝った数は17勝というデータが出ました。まあ、俺が調べたので、完全に合ってるとは、確信できませんが、まあ、こんな感じ。まあ、約こんな感じでした。なので、ちょっとだけ少数派が勝てるんじゃないかなっていう。なので、ちょっとだけ少数派の方が勝てるんじゃないかなっていう。まあ、そうですね。勝率は、ちょっと高いですね。まあ、参考だし、もうスプラトゥーンのフェスは来るかわからないので、もしスプラトゥーン3が出た時の参考にしていただけると嬉しいです。まあ、わざとね、マジョリティの方じゃなくて、マイノリティの方にね、投票するっていう作戦も取れるんじゃないかなというデータですね。まあ、少数派が少し勝ちやすい。これだけ覚えてるといいと思います。まあそんな中で、どっちのチームもすごかったので、どちらにせよ満足です。いいコメントもね、あったりね。多分みんなも楽しめたんじゃないかなと思います。また機会があったらやりたいですね、フェス。楽しみにしてましょう。